はい、どうもゆいです。今回はですね、今回来ましたフューチャースターのエボリューションのおすすめ選手のランキングの方を紹介していきたいと思います。で、まあ個人的な意見なんで多少差は出てくるとは思うんですけど、その辺をご了承くださいってことで、まあまず下から紹介していこうと思います。この選手ですね、まあ全然強いんですけど、あのペース高くて、まあスパサーブで使うのはありかなっていう感じですね。まあ高精度テクニカルを持ってて、まあドリブルも結構しやすそうかなっていう印象あるんですけど、まあこれぐらいの能力だったら正直他にも結構いけるかなっていう気もしたので、うん、まあこの選手にする必要性は今回ないかなっていう気はします。まあ全体的にいい選手が多かったんで、まあ今回はこの選手はまあないかなっていう感じですね。はい、次ですね。はい、この選手もそうですね、まあドリブルも高くてペースもいいんですけど、まあ、パスシュートは低いし、まあ、ここのファーストタッチ、まあ、エアリアル持ってるんですけど、身長が175しかないんで、まあ、これも正直そこまでかなっていう気はします。はい。なので、まあ、今回はないっていう感じですかね。まあ、ちょっと使ってみないとわかんないですけど、他の選手の方がいいっていうので、まあ、今回は、サインガイドさせてもらいました。まあ、正直、ちょっと違うなって感じたの。で、次ですね。まあ、この選手、もう結構能力高くてペースもいいし、ドリブルも高くてシュートも高いんで、いいんですけど、まあシュートも持ってますし、まあドリブル94で、まあシュート93、ペース92ってことで、まあハンターでもやれるかなっていう気はしますね。まあ全然スタメンにも入ってくると思いますし、視野も、ショートパスも高いんで、いいんですけど、まあ他の持ってる選手次第かなっていう気はしますね。やっぱり、瞬速迅速系持ってないので、その辺もちょっと気になるのと。まあ、フォークにしちゃえば、結構能力はやばいなとは思いますね。改めて見ると。うん。まあ、トップ2には入らないかなっていう気はしました。ので、まあ今回、このタイミングで紹介させてもらってます。はい。で、次ですね。まあこれも、ドリブル高くて、あとまあテクニカルと早めのこなしも持ってるんですけど、フィジカルがちょっと低いなって感じたのと、まあシュートペースは高いんで、反対使えば全然やれるかなって気はするんですけど、ちょっと今まで来てる選手差別化できるかって言われたら、なんかちょっと違うかなって気もしたので、まあ今回このタイミングで紹介。選手がめちゃくちゃ多くて、これ無料で2人も配るんだとは思ったんですけど、ってことで、はい、次ですね、ダビッド予測持ちの、サイド、これが44とか45だった僕この選手作ってましたね。ペース速いし、ドリブル高いし、フィジカルあるし、パスもショートパス95あるんで、めちゃくちゃ魅力的なんですけど、43っていうこの逆算がもうどうしても気になってしまったのと、まあスパサブとしてもやれるかもしれないけど、やっぱ逆算この時期にしてはちょっとしんどいかなと思うんで、まあそれを気にしないんだったらありかなと。44とか45であれば、はい、今回はこの選手はちょっと43はないかなっていうので外させていただきました。はい、ってことで次ですね。はい、この選手になります。まあペース90なので、まあシュートも91、ドリブルも92あって、まあ、バイエルスペインってことで、まあ、ケミナを救いもありますし、まあ、ラビットも華麗な身のこなしも持ってて、高精度持ってるんで、まあ、魅力的なんですけど、まあ、普通にスタメンには入ってくるかなっていう気はしますね。まあ、この選手も44なんで、まあ、どっちかが5だったらよかったなっていう気はしました。それで言うと、まあ、さっきの、こっちであれば54なんで、まあ、こっちの方が、それだったら上かなっていう気はしますね、正直。はい。なので、まあ、今回は、まあ、3人残ったんですけど、まあ、完全に好みが出てるんですけど、はい。まあ、この選手ですね。まあ、ちょっと正直もう、この選手、トップ3で今悩んでます。で、まあ、ここ、労働はちょっと気になるんですけど、まあ、プレスタ、パワーヘッダー、アクロバティックで、で、ブルーザー、ラビット、やるってことで、で、まあ、ペースも97あって、シュート90。で、でまあ、パスがちょっと視野が低すぎるんで、そこは気になるなって思うんですけど、まあ、フィジカル99あるし、スパサブって考えたらありかなって気はしました。正直、今回2人作っても2人スタメン入ることは、まあ、まあまあないかなと思ってるんで、まあ1人スパサブって考えた時にこの選手だったら、
まあ、パスを抜くんだったらありかなっていう気はしたので、まあ、今回このタイミングで紹介してます。うん、まあ、フィジカル99で、まあ、ドリブルもそこまで多分重たくないと思うので、まあ、ペースもありますし、まあ、ドリブルワンチャン、そうだな、ストッキーやってるのがこれが。ボディタイプがちょっと気にはなるんですけど、うん、まあ、この選手が正直ありかなっていう気はしてます。はい。なので、まあ、ここで紹介してます。で、次ですね。55の、女子選手ですね。まさかの55ここで出すってすごいなと思ったんですけど、で、まあ、プレースタイルもファーストトリックスターテクニカってことで、まあまあ優秀だなっていうのと、まあ、ペース93、ドリブル92、シュート92。パスも85なんですけど、ショートパス93と、シュート91あれば全然十分かなっていう気はしました、正直。はい。で、まあ、これも、まあ、エンジンつけたいとか、ハンターつければ全然やれるし、しかも55なんで、めちゃくちゃ強いとは思いますね。まあ、こんなんを配ってしまうのすごいなと思ったんですけど、まあ、ただバランスとかがちょっと低いんで、思ってるよりかはちょっと重たい可能性があるかなと思ったんですけど、まあ、トリックスターとファーストタッチ持ってテクニカルあるんで、まあ、この辺はなんとかできるかなっていう気はしてます。なんで、ま、この選手も作成候補の一人かなと思ってます。はい。で、1番。もうこれは絶対作ります。スキル5逆走4。まあ、これ僕の場合は4号が良かったんですけど、まあ、この選手ですね。で、プレスタもラビットクイックステップファーストタッチということで、まあ、十分持ってるし。で、まあ、フィジカル96。で、スタミナ83しかないんですけど、フィジカル96はでかいなっていうのと、まあ、ドリブルも88。ペースがまあ、もともと98なんで、まあ、他のところに、ケミを振れるっていうのも強みかなと思います。で、シュート86、パス82ってことで、パスも最低限はありますし、まあ、ドリブルとシュートを上げたいんで、まあ、フィニッシャーかな、これで言ったら。にしてあげれば、まあ、全然、やれる能力はしてるから、という気はします。決定力も99だし、シュート力も90。で、まあ、ドリブルもこれ94まで上がるんで、まあ、十分かなっていうので、まあ、フィジカル96やっぱいいっすね。はい。なんで、まあ、この選手が、まあ、僕は絶対作るかなと思ってます。はい。なんで、まあ、1位で、まあ、他、正直、まあ、いい選手多いんで、まあ、この選手以外は、まあ、ちょっと悩み中ですね。まあ、この辺のスペインも2人も正直気になってるし、まあ、逆算気にしないんだったら、この選手もありだなと思ってるんで、まあ、カファー以外は正直今悩み中ってとこで、まあ皆さんですね、フィジカル優先するのかドリブル優先するのかスピード優先するのかスパサブなのかスタメンなのかによっても変わってくるので、まあ、その辺も考慮した上で決めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、以上になります。よければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報としてまあ、ディスコードの方をまあ運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのを上げてますよっていう感じのです。まあその日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。そうですね。以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、
こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通帳オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、あの例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、あのまあ転売以外のところもまあ質問できる環境にはしてます。まあ初心者の方とかも含めてですね、まあちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ僕以外の方もあのお答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。